こんにちは、たまおきです。今回は呪術廻戦のアニメートさんで購入したものを開封して見ていきたいと思います。概要欄にタイムスタンプを貼っておきますので、見たいところだけスキップしてご覧ください。それでは早速見ていきたいと思うんですけど、こちらですね。またね、フェアの特典がもらえたので、ちょっとねさらっと見てみたいと思います。お、秘密のが見えちゃったね。よし、このねイスシリーズのやつはこの前もね見たんですけど、こんな感じです。お、トゲくん1枚だけだ。うん、順番はこの前と同じかなね。同じだ。で、そうね、こっちとこっちでもらった感じかな。あれ、ユージが2枚つながってる。おお、ユージが2枚つながってましたね。そうそうそう、これもね一応通販で予約してたものが届いたんですけど、まあね、自粛モードの関係と、あとオリンピックの関係でね、何週間だろう、2週間くらい遅れて届いたのかな。まあね、この前の1ヶ月遅れよりは全然早いんですけど、うん、それでもねやっぱりね遅い感じですかね。そしてこちらが鬼滅の刃の特典なんですけど、こちらねチョコスナックをね一応予約してたんですけど、まあね店頭で買った分でコンプリートできちゃったので動画にはしないんですけど、一応ね予約してた分の方の特典ですね。こちらが DVD とブルーレイの発売記念のフェアですね。で、ねずこ、かわいい。なんか食器傷がすごいわーってある。まあでも素材的にしょうがないですよね。うん、特典だからね。うん、商品ってなるとこうちゃんとねビニールがかぶって綺麗になってると思うんですけど、特典だからねしょうがないね。炭治郎、お、赤座、これ何種類あるんだろう。ちょっとねこの特典はねもらえるとは思ってなかったのでチェックしてなかったんですけど、 M、 お、煉獄さん、お、炭治郎、あ、戻っちゃったかな。え、善逸欲しいな。あ、禰豆子、あ、善逸ある。あ、やった、善逸あった。夢の中のだけど、あ、猪之助もいた、よかった。一応じゃあかまぼこ隊全員揃ったんだ。ほう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 、あ、じゃあ禰豆子と炭治郎がダブリだったんだ。ほうほうほう、お、落ちてしまったね、ということで、ね、ちょっとね関係なかったんですけど呪術廻戦とはね、ちょっと紹介できる部分がうんないかなと思ってここで紹介させていただきました。うん、では見えているものから見ていこうかなって思います。まずはねこちらの食器ですね。うん、お箸と箸置きですね。箸置きも出るとはね思わなかったんですけど、ちょっとねこの画像で見た時にこのねクリアパーツっぽい感じだったので、なんか可愛いんじゃないかなと思って、うん、ちょっとね予約してみました。こちらはお箸ですね。開けてみようか。はい、こんな感じで開けてみました。なんかねこのプリントがこう見るとちょっとテカテカしててツルツルっぽいんですけど、マットな印刷なので滑りにくいですね。うんうん、いいんじゃないでしょうかね。ちょっとねこれ使うのはもったいないんですけど、うん、今使ってるお箸が壊れちゃったらこれに移行しようかなって思います。うん、で箸置き、箸置きもね普段はあんまり使わないんですけど、よいしょ、おー、クリア素材だからかわいい。うん、あ、ここにプリントされてこう映るって感じなんですね。でね、ここがちゃんとへこんでるので置けるようになってるんだと思います。お、いいんじゃない、安定感は。そうね、微妙かもしんないけど、まあでも、あ、そうね、うん、この幅があるから割と安定感はいいと思います。はい、以前紹介したねこちらの豆皿、これもね一緒に使っていけたらいいんじゃないかなって思うんですけど、うんね、トゲくん食器で揃えたらね可愛いんじゃないかなって思います。よいしょ。そして次はこちらですね。これは何だっけ、クリアマルチクリアケース。これはねあのローソンさんとかコンビニでも売ってた気がします。うん、見かけた気がするな。うんね、何でも使えるマルチケースイエイ、よいしょ、ね、最近こういうの多いですよね。うん、ね、何に使うの人が多いんだろう、わかんないけどやっぱペンケースとかが多いのかなね。うん、よいしょ、こんな感じですね。他のキャラクターもあると思うんですけど、とりあえず私はトゲくんだけ買いました。うん、このね箸置きがね意外とこのなんていうぷっくり具合が可愛かったから、ちょっとこれ全員分欲しいなって思ったんですけど、箸置きだからねお値段が割と高めなので、こういうなんないクリア
素材で、ちょっとマグネットとか出たら欲しいかなって思うんですけど、どうでしょうね。メーカーさん、お願いいたします。ね、これかわいい。ね、クリア素材かわいいですよね。うん。次は、ちょっとね、豆コロリンは最後にして、こちらの大きいやつをね、よいしょ。開けてみたいと思います。これね、もちころクッションです。はーい、こんな感じです。大きい。めちゃくちゃ大きいです。で、ちょっとこれをね、避けてと。うん。めちゃくちゃね、この抱き心地、触り心地がいいので、これをね、抱っこして、寝たいと思います。かわいい。わーい。お口もちゃんとあるよ。かわいい。ね。そしてね、これがね、もちころりん。こんな感じ。全然。大きさ的にはこんな感じ。うん。ね。ドーンって感じでしょ？で、ちまって感じ。かわいい。よし、次は、そしたら、豆ころりんを見ていきたいと思います。どうしようか、周りの一旦片付けた方がいいかな。では豆コロリンを見ていきたいと思います。こちらアニメートさんで予約したのでボックス購入特典としてスクナがついてきます。いい、かわいいねえ、ちっちゃい、かわいい。あ、ちゃんと、あ、ちゃんとリボンになってる。あ、でもこうなってんだ。まあいいや、あとで開けてみようかなね。で、パッケージ確認はこんな感じです。あれですね、もちコロリンシリーズのちっちゃいバージョンなので、うん、箱もだいたい同じ感じですね。うん。うん。それではテープを外して開封していきたいと思います。それではオープン。イエイ。よいしょ。ほっ。おお。やっぱり数があるからなんか圧巻というか。お、トゲくん。ここにいて。よいしょ。個別のパッケージがこんな感じです。かわいいね。この白黒でもかわいかったけど、やっぱカラーで書いてあるとかわいいです。うん、こんな感じですね。うん。で、ラインナップがこちらの10人になります。10人というかね、8人と2匹ん7人と3匹。ちょっとね、パンダをね、人として数えるのか匹で数えるのかちょっとね、わかんないけど、うんね、今回ね、この玉剣ちゃんがね、いるからね、もう、箱買いですよね。で、まあ、そうじゃなくても、こう、ぬいぐるみ系はね、箱買いしちゃうんですけど。うん。ということで、配列が気になる方もいらっしゃると思うので、見ていこうかと思います。こちらもね、あれか、そうだ。ね、ここまず外さなきゃだ。ね、外します。それでは、順番に見ていこうと思います。発売日から2週間ぐらい経っちゃってるので、配列とかね、もうご存知な方もいらっしゃると思うんですけど、これから買われる方はね、参考にしていただけたらと思います。それでは、1個目です。誰からかな？せーの。じゃん、お、玉剣ちゃんの白ですね。ほうほうほう、そうきましたか。かわいい。かわいい。で、2番目。じゃあ何、黒？せーの。じゃん、あ、パンダだ。パンダです。かわいい。あ、ちゃんとパンダのマークもあるよ。かわいい。よっ。で、3番目。せーの。よっ。お、トゲくんです。かわいい。本当にそのままちっちゃくなった感じですよね。まあね、後で開けて比較してみたいと思います。で、4番目。せーの。じゃ、あ、胡蝶先生です。トゲくんと胡蝶先生がつながってますね。おう。マスクでかくない？かわいいけど。そして、右側の一番後ろ、5個目です。せーの。じゃ、あ、めぐみだ。髪の毛が黒いからね、やっぱりね。ね、一色に見えちゃう。かわいい。よっと。では、左側です。じゃあ何？ここが白だったから、黒い玉剣ちゃんかな。せーの。じゃ、あ、そうだ。ね、一番前に玉剣ちゃんがいるよ。かわいい。めちゃくちゃかわいいんですけど。あ、白い方が口開けてる？違う、黒い方は閉じてる。ベロじゃないよね、口だよね。かわいい。
2個目、左側2個目です。せーの、じゃん。お、むきさん、そっか、じゃあ前に玉剣ちゃんの次が2年生って感じか。そしたら次3個目、じゃあなんだろう、トゲくんがいてナナミンかな。せーの、じゃあ、そうだ、やっぱりね、そうだ、かわいいかわいい。で最後がユウジとノバラちゃん、どっちが先かな。ノバラちゃんかな。せーの、じゃあ、そうだね、やっぱりなんとなくあれだね、配列がわかるようになってますね。で、じゃあラストがユウジですね。せーの、じゃあ、お、ユウジです。うん、わかりやすい感じですね、前からそれでは袋から開けてみたいと思います。はい、ということでこんな感じです。で、配列がこのね、玉剣ちゃんでしょ、で、2年生がいて、で、五条先生と七海がいて、で、こっちが1年生です。こんな感じの配列でした。ほうほうほう。ね、この玉剣ちゃん超可愛いんですけど、もっさもさだよ、こういうところね、可愛い。ね、クローブちょっと見にくいかもしれないんですけど、ちゃんとね、尻尾もあります。モフモフです、この辺可愛いね。ほいほい。ね、これさ、持ちころも予約してあるんで、ちょっと届いたら楽しみだな。うん。で、2年生です。よっと。こんな感じ。パンダが、パンダのね、お手手がちょっと。マキさん。あ、マキさんのポニーテール。綿が入ってないバージョンだ。こんな感じ、ペショってなってるんだ。かわいい。スカートもかわいい。うん。で、野原ちゃんの方はひらひらだけど、マキさんの方はこのね、タイトな感じで、かわいいですね。で、パンダはパンダです。お、目が大きい。目が点じゃない。お、お、尻尾。で、トゲくん。うん。トゲくんのは、持ちころが本当にそのままちっちゃくなった感じですね。うん。で、ナナミンと五条先生。へへへ。かわいい。ね、やっぱめくれないんだ。あ、めくれた、めくれたよ。おぉ、すごい、細かい。おぉ、すごいじゃん。豆なのに。あ、だからこれが異様に大きかったんだね。おぉ、すごい。すごいよ。あー、ちゃんと綺麗に、お目目が。すごい。斜めも超可愛いし。ね、これあれじゃない？五条先生ファンの方は、ね、買った方がいいんじゃない？かわいい、ちゃんとなってるよ。取れないバージョンじゃないもんね、これ。わー、すごい。そして、1年生です。はい。ね、安定の可愛さですね。で、めぐみがちょっと、頭がボサボサ。ね、普通の持ちころの方も、ね、こう、切れ、パシがね、バサバサになっちゃってたんですけど。うん。しょうがないかな、この素材はね。おばらちゃん。おばらちゃんも可愛い。まつげあんのかな？ちょっとめくれないんだね。あ、めくれた、めくれた。あ、カメラ触っちゃった。あ、ちゃんとまつげあるよ。わー、わー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 、かわいい。ちゃんとまつげある。おー、細かい。本当に、そのままちっちゃくした感じですね。うん。で、ユージはユージ。そして、得点のスクナです。ね、スクナもさ、この、ね、顔の模様の刺繍がすごい細かいですよ。ね、スクナ作るの大変だと思う。ね、だから得点なのかな。そうだよね。で、あ、変なゴミがついてる。で、ここはペショって貼ってあります。うん。ね、かわいい。ユージと比較、こんな感じ。うん。あ、やっぱりスクナのがこの髪の毛の立ち具合が長いんだね。うんうんうん。よっと。そしてマメコロとモチコロの比較、こんな感じです。ね、なんか可愛い。これね、モチコロもさ、ね、ちっちゃいサイズで可愛いけど、本当に豆。ね、ちょっと大きめのをこうね、なんかバッグとかにつけたい人はこっちで、ちっちゃくね、さりげなくつけたい方はこっちって感じかな。可愛い。あ、お腹が、そうだ、お腹がね、こっちね、ジョリジョリが入ってるんですよ。うん。だけどこっちは入ってないです。ね。
入ってなくても可愛い、全然可愛い、綿だけで可愛い。ちょっと乗せてみるか。乗るかな。あ、乗る。こんな感じ。ちょっと暗いからわかんないな。こんなの。うん、可愛いですね。ね、そんでさ、あれだよ、このさ、持ちころがさ、こんなでっかいんだよちょっとね、画面から出ちゃうんだけど、こんなでっかいでしょ。んで、これが、あ、これね、クッションね、持ちころクッションね。で、これ持ちころ普通の。で、これが豆。こんなんですよ、比較すごい、ね、これ大きい。うん、もうさ、このクッションのお目目ぐらいじゃないね、そうだよ、クッションの目の大きさぐらいだよ豆ころかわいいじゃーん。あ、もう一セットぐらい欲しかったかもしんないけどね。まあね、こんなもんで。これから買われる方でね、ボックス購入する方はアニメートさんで買うと、こちらのスクナが特典でもらえるので、アニメートさんをチェックしてみてください。ということで、アニメートさんの購入品のご紹介でした。最後まで見てくださってありがとうございます。またよろしくお願いいたします。バイバイ。